こんにちは、リハビリジージです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は2023年3月のリハビリゴルフの結果についてお伝えします。おかげさまで3月のラウンドも100を切ることができました。しかも退院後初めて前半後半とも40台でラウンドすることができました。ゴルフスクールの先生、そしていつもラウンドにお付き合いいただいているゴルフスクールのお仲間や会社同期には本当に心から感謝しています。3月に行ったのは千代田カントリークラブで、ここは豪華な作りの比較的フラットな林間コースです。今回は会社同期とのラウンドでした。当日は快晴で、3月にしてはかなりポカポカ陽気の1日でした。この日のラウンドで意識したのは基本的には次の2つです。1つはこれまで取り組んでいるオープンスタンス、中心軸の打ち方できちんと打つこと、そしてもう1つはボギーオン2パットでできるだけボギーを積み重ねることです。結果今回パーオンはなかったものの、ボギーオンが12ホール、そのうち1パットでパーが取れたのが3ホールでした。またドライバーの飛距離は180から200ヤード程度で、フェアウェイキープは8ホールとそこそこでした。結局前半が47、後半が48でトータル95と、2月に続き引き続き100を切ることができました。それでは100切りができた今回のラウンドで気をつけたことについてもう少し詳しくお伝えします。まず打つときに気をつけたことは7点ありますが、そのうち打つときに毎回気をつけていたことは次の3点です。 1. アドレスで背筋を伸ばして肩の力を抜き、お腹を締める。これにより来角通りの構えでしっかり中心軸のスイングができます。 2. ダウンスイングではできるだけ体に近いところを手が通るように振り下ろす。これによりヘッド軌道が内側から入りすぎないようになります。3. 打った後に上体を立てる。これによりしっかりとフォロースイングができます。これらはまだ十分に体に馴染んでいないため、打つときに毎回意識する必要がありました。次に、毎回ではありませんが、時々気をつけていたことは次の4点です。1. グリップするときに右手親指の付け根で左手親指を押さえる。2. バックスイング時に左腕の振り上げ位置を地面と平行になる時点で飛球線と平行に見えるようにする。3. 合わせてバックスイング時に右肘を絞る。4. 切り返しの時に腰を右シフトすると同時に頭を左シフトする。イメージとしては腰の右シフトより先に左膝を伸ばしながら頭を左シフトする感じです。これらは意識しなくてもある程度できていると思っていますが、時々意識してチェックするようにしました。以上のようなことと合わせて、さらなるスコアアップに向け、次の3点についてもゴルフスクールの先生に相談しながら練習していきたいと思います。1つ目はアプローチの精度向上です。今回は特に50ヤード以内のアプローチがいまいちでした。今後はアプローチで1パット圏内まで寄せて、寄せ1のパーを増やしていく必要があります。そのためには、振り幅による10ヤード単位の打ち分け精度をより上げるとともに、特に50ヤード以内のアプローチのバリエーションを増やすようにしていきたいと思います。2つ目はパットの精度向上です。今回は12ホールでボギーオンしたものの、1パットでパーが取れたのは3ホールのみでした。寄せ1のパーを増やすためにはパットの精度も上げる必要があります。このためには以前スクールの先生に指摘されたパット時のボール位置に注意するとともに、少なくともラウンド直前には自宅でパターマット練習を必ずやるようにしたいと思います。3つ目は飛距離の一層の回復です。特に9番アイアンより長いクラブについては病気前の飛距離にまでまだ回復していません。最近は飛距離を伸ばすために
クラブの重心管理をしながら引いて引くという YouTube 動画をよく見かけます。そのことも意識しながら、私としては切り返し後に右足先内側と腹筋に力を入れることを意識して飛距離アップを図っていきたいと思います。そして EGPA が発病する前の平均スコア97を目指していきたいと思います。ちなみに今年2023年1月から3月までの平均スコアは 98.3 です。以上、今回は2023年3月のリハビリゴルフの結果についてお伝えしました。これからも趣味のゴルフで自分なりに試したことや考えたこと、悩み事などを投稿していきたいと思います。合わせて難病 EGPA になって思ったことなども投稿していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。